おい。どうも、桂竹千代です。千代チャンネルです。私は今日、山口県の長門市に来ております。なんと、ついに来てしまいました。日本三大、世界の偉人の怪しげなお墓の一つでございます。楊貴妃の墓に来ました。来たー。来たかったんだよ、ずっとここに。青森県のキリストの墓、そして石川県にあるモーゼの墓に来ました。三大で、ついにあと残すところ一つ、それがここでございます。楊貴妃の墓。あるんですね、山口県に。なんとですね、あの楊貴妃というのは中国の唐の玄宗皇帝というのの妃であり、世界最大美人と言われている人ですよね。めっちゃちょっと甘がめしましたけど、世界三大美人、そう、クレオパトラ、小野小町、そして楊貴妃ですよね。この数、これ眩しすぎる。俺のテカリすごすぎでしょ、まだ。眩しい。うん。楊貴妃の墓が山口にあるんだね。さあ、やってまいりました。楊貴妃の里でございます。僕の後ろ側にも見てください。もう、中国風の建物がございます。いわゆるこの、ここに楊貴妃の墓があって、その墓周りをですね、まあ、公園化してるんですね。はい。まあ、本当シンプルっすよ。ここに今、東屋。中華式あずま屋があって、あそこにも休憩所というかあって、で、あれ見てください、見えますか、白いの、あれが楊貴像になります。はい、ね、本当に怪しいよね。言われというのはね、楊貴妃さんが幻想皇帝の妃として、だから世界三大美女だって、幻想皇帝も非常に良い政治を行ったとされてるんだが、その美人である絶世の美女楊貴妃が奥さんになったことにより、もう楊貴妃のやりたい放題、いわゆる形成とか形状とか言いますよね、帝国国を固めくるぐらいの美女、男をたぶらかす人だったと言われている方ですよね。さあ、楊貴妃の像、こちらです。ドーン、ねえ、このような、まあ顔立ちしてたかわからないけども、まあ別にいそうな方ですけどね、白むくな花嫁みたいな感じしてます。で、頭が長いです、髪の毛長いですね。これさっき見てみたらね、楊貴妃像なんですけど、この像は中国にも建立されている、世界三大美女と言われた楊貴妃の像と同一のものを、ふるさと創生事業の一環として、これ見てください、ちゃんと中国のお偉方、中国のお偉方の協力を経て建てられている、つまり祖国中国公認の楊貴妃像でございます。だから楊貴妃の墓も公認されてるってことだよね。すごいね。公認しちゃったよ。まあこのお寺がここにあるんですけど、このお寺は楊貴妃の菩提を弔うためのお墓とも言われている未尊院というところです。未尊院、先ほど私お参りいたしましたが、あ、ここに言われが書いてますね。はい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 、こちら、ほら、世界三大美女の一人楊貴妃が安禄山の乱、これね、節度使のね、なんか辺境を守ってた人ですね、唐のね、辺境を守ってた、まあまあ日本でいう平将門みたいな反乱を起こしたってことですね。安禄山、辺境の兵がですね、反乱を起こしました。で、唐から命からがら楊貴妃は生き延び、逃げ延びたんだと。これ史実では、史実ではここで締め殺されたということになってんだけど、逃げ延びたんだとね。いわゆる源義経がモンゴルに渡ってチンギスカン、チンギスさんになった説みたいなものだよね。逃げ延びたんだと。この地に小舟で漂着したと伝えられ、飛び地境内には
楊貴妃の墓と伝えられる五輪塔、追善供養の未尊仏をお祭りしていますとなってんだね。どうですか皆さん、信じるか信じないかあなた次第ですよ。面白いよね。あ、ここにその依存院の図がありますね。指定の、あ、古宝物館の中に未尊仏とかもあるらしいな。あ、未尊仏はどこにあるね。この地蔵はここだよね。楊貴妃像あるよね。本殿の中に未尊仏か。うん、あ、あれだ、未尊仏の中にございますね。はい、楊貴妃の菩提をこもらってる。さあちょっとこちら回ってみましょう。お、ここにまた海を渡ってこの地にたどり着いた楊貴妃伝説を表現してるんです。誰、ああいうの乗っかってきたのかな。さあいいですね、こういうね怪しいスポット大好きですね私は。ここは宝物殿でありますけど、普段はなんか開けてないみたいでね、通り過ぎてまいります。もう遠いね。トイレも高中華風になっております。さあこちらでございます、楊貴妃の墓ね。わあ、暑いね今日ね。青森のモーゼの墓、キリストの青森のキリストの墓、石川のモーゼの墓、これもかなりうさんくさくて、僕もよく落語の枕でネタにさせてもらってるんですけど、いやー来ました、楊貴妃。モーゼは古代エジプトですよね。イエスも、まあ、ユダヤ人だもんね。ほんで中国の偉人の墓も日本にあるよということです。正義、あの人誰もいません。来ました、ここです。じゃん、ダダダダン、鳥居立ってます。楊貴妃の墓と書いてあります。いい字だ。さあ謎とロマンの漂う伝説だと、幻想皇帝の寵愛一身に受けた楊貴妃、安禄山の乱にあって逃走したんだとね。そしてこれムカつくっていうのはね、ムカつくって面白い地名ですけど、この楊貴妃にまつわる伝説はこの辺りにあるんですよと。実は死んでないんですよ、ほら、バカイの仏像で考察されたと史書には書いてあるのだが、巷で楊貴妃は実際に死んでないという噂もあったんだと。超言下に日本の投稿を想像させる表現があります。でここに着いたんじゃないかという、江戸時代の文章、いいですね、一気に年代が空いてうさんくさいですね、江戸時代。さあ楊貴妃がねこの辺に漂着しましたと。で漂着したんだけどすぐに亡くなっちゃったみたいですね。青森のキリストなんかはイエスはしばらくそこで戸田太郎大天空という名前で106歳の天寿を全うしたって書いてあったけど、モーゼも何とかしたって書いてあって、まあ楊貴妃はもう漂着したはいいけどすぐに死んでしまったと。だから別にこの辺で何かをしたわけじゃない、ただお墓があるだけということになっているんですね。さあ行ってみましょう。お一人100円お願いしますですが、私さっき入れましたのでそのまま参ります。鳥居なんですね、和風に葬られております。さあ授業いたしまして来ました、これでございます。ドン、楊貴妃の墓でございます。あ、もちろんこれ中国にもあるんでしょうね、楊貴妃の墓は。この五輪の塔といってね、木下土根水のこの、形になってんだな。あ、下から地、水、火、風、空という五大要素がね、これ五輪の塔ね、あの宮本武蔵の五輪の書みたいな感じ。ここが楊貴妃の墓だと。でも五輪いっぱいある、ね、面白いね、こういうような感じなってる。マニ車もある、ね、これを1回回すとお経を1回読んだと同じ功徳が耐えられるという楽々装置でございますな。さあそしてこちらをご覧ください。はい、
楊貴妃のエマが販売されておりますと。ねえ、いいじゃん、これなんか。こっちお土産に持って帰ろうかな。ねえ、楊貴妃エマ。楊貴妃伝説の地。さっきの顔と全然違いますけどね、銅像の顔とは。いつの頃からか各地に集められた石像群でございますと。こういうね、もう港です、完全に。向こうにあの船もいました。これ港です、完全に。あ、これ持っていけないか、ごめんなさい、なんか石、ごめんなさいね。はい、港の湯屋というところだね。油に谷とか湯屋というところにございます。はい、いやー、いいですね。ちょっと楊貴妃さんに、私もその小宝とか安産とかいうご利益があるみたいなんで、お願いをしたいと思います。ぜひ中国の本場の方も行ってみたい。でもこちらも信じる者は救われる、これが楊貴妃の墓なんです。皆さん、世界三大美女、これだけの有名人の墓ですからね。ぜひとも皆さん、ご来場、ご来場じゃないね、ご参拝お待ちしております。楊貴妃の墓からお送りしました。チャンネル登録、いいね、お願いいたします。めっちゃ逆光で、さよなら。